こんにちは、こんばんはかな、いや多分おはようございます。どうも、エウレコです。早速、深田恭子の最新ドラマ初めて恋をした日に読む話へ行ってみましょう。原作は、隔月刊クッキー集英社で連載中の持田亜紀による同名漫画を実写化、何もかもがうまくいかない、心残りなしくじり、鈍感アラサー女子晴海純子、深田恭子の前にタイプの違う3人の男性が現れる。そこから一生のリベンジともいえる戦いが開始するラブコメディ。純子を深田が演じ、クールなリードで純子のいとこ役もまさしに永山健と、髪をバラ色に染めた不良高校生ゆり恭平に横浜流れ星、純子、まさしと同級生で恭平の担任をしている高校教師山下和馬に中村凛也が扮する。星穏やかなパムードで甘くなりすぎないので桜色を取り入れてみるもが桜の季節らしくもなるので一押しです。深田恭子さんが12月29日、本年も残りわずかとなりましたね、とコメントを添えて愛犬を抱っこした写真をインスタグラムで公開。カレンナにショットにコメント欄では、ダブル綺麗、恋に落ちたもう癒し以外の何者でもないのです、とメロメロになった人が相次ぐ。写真はドラマ撮影時の合間に撮られたもので、深田さんは自分が着ているダウンコートの中にメロンちゃんを入れてギュッと抱きしめており、メロンちゃんも愛嬌ふんだんにペロッと舌を出すなど、画面いっぱいに美しいが溢れてしまった構図となっています。深田恭子さんは年を重ねるごとに若く可愛らしくなっております。キーポイントは恋をすることなどと言っていた記憶があります。新キョンと恋愛可能ななんて羨ましいですよね。また結婚への理想が高いという理由には、深田恭子さんは結婚について夢を見ているからと明かしたことに関係があります。あとどのくらいで誰と結婚をするんでしょうかね。どうでしたか。今回もご視聴ありがとうございます。また面白いネタなどありましたらコメントしてください。最後にチャンネル登録していただけたらジャンプして喜びます。